みなさんこんにちは、リクチャンネルです。今回はまたバングットさんからスクイーズが届きました。もう本当に嬉しいです。バングットさんありがとうございます。そして今回はずっと前から欲しかったスクイーズが届いたので本当に嬉しいです。では紹介します。今回は6個のスクイーズが届きました。そしてここにある6個のスクイーズは全て下にリンクを貼ってあるのでぜひ見て買ってみてください。他にもバングットのスクイーズが全部見れるリンクも貼っておきます。バングットのスクイーズは本当にたくさんいろんなブランドがあって大量におすすめのスクイーズがたくさんあります。じゃあ今回届いたスクイーズはまず1つ目がこのとっても大きい切ってあるケーキです。これのピンクのクリームバージョンもありました。そしてこれも大きいハンバーガーです。これ本当に可愛い。そしてこれもまた大きい肉まん。でこっちはパンダまんじゅうの大きいやつです。で次はこのいちごのロールケーキと最後はこの前から超欲しかったカマンベールチーズかな、伸びるチーズです。とっても嬉しいです。じゃあ早速開けてみます。じゃあまずはこのカマンベールチーズから開けてみます。わあすごい、すっごいサラサラしてます。こんな感じです。タグもとっても可愛いです。プラスチックみたいな感じです。あ、カマンベールチーズではなくて伸びるナチュラルチーズでした。すごいこんな感じ、本当に超リアルです。チーズだ、横はこんな感じリアル。じゃあ伸ばしてみます。あ、じゃあ普通に触ってみよう。うわ、なんか溶けた粘土みたいなのが入ってて超気持ちいい。音もいい、すごい気持ちいい。じゃあちょっと中見てみよう。こんな感じです。じゃあ伸ばしてみます。お、すごい伸びる、すごい超気持ちいい、とっても気持ちいいです。伸びる、横はちょっとだけ、こっちもよく伸びるな。こんな感じです。とっても気持ちいい。じゃあ次はこれミニロールケーキです。いちごのやつです。これもいろんな種類がありました。こんな感じです。とってもかわいい。あ、すごいかわいい。上にはクリームとこれチョコとウェハースといちごとラズベリーが乗ってます。とってもリアルです。かわいい。で周りはここになんか粉みたいなのがついてる、なんだろう、わかんない。でここの生地がいちごになってて中のクリームは普通です。で下にはマグネットがついてて冷蔵庫とかにもくっつけられます。とってもかわいいです。じゃあ触ってみます。あ、ちょっと低反発で気持ちもっちもちです。これちょっと上の粉みたいなやつが取れやすいけどとってももちもちで気持ちいいです。こんな感じです。とっても気持ちいい。よいしょ、粉がじゃあ次はこれ肉まんです。これとっても大きい。じゃあ開けてみます。おお、すごい、こんな感じです。本物っぽいリアル。じゃあ後ろは普通に平べったい、匂いはついてます、香り付き。じゃあ触ってみます。おお、すごい超低反発、すごい、こんな感じです。気持ちいい、もっちもちです。よし、これの黄色いバージョンもありました。じゃあ次、じゃあ次はこれハンバーガー。このハンバーガーは本当に箱に入っててとっても可愛いです。横とかも可愛い。で上にはハンバーガーが書いてあります。じゃあ開けてみます。うわ、とっても大きいです。すごい、とっても可愛い。でここにはレタスがあってトマト、白いのなんだか分かんないけど、でケチャップ、ハンバーグ
でこっちがチーズでレタスです。で上にはなんかかかってる。で裏は普通。じゃあ触ってみます。うわ超低反発すごい、すっごいです。全然戻りません、すごい。あ、空気が抜けます。指の跡も残るし、すごい。あ、なんか甘い香りがします。なんだろうこれは。どっかで嗅いだ時がある。あ、ブルームの牛乳浸しパンと同じ匂いがする。これ気持ちいい、もっちもちです。音もいいし、すごい。前からこれ欲しかったやつです。とっても嬉しいです、本当に嬉しい。こんな感じです、ハンバーガー。そして次はこれ、パンダまんじゅうの大きいやつです。これ前ピクニックで小さいやつを買いました。よいしょ、こんな感じです。とっても可愛いパンダです。これ口が開いてます。ピクニックで買ったやつは口が開いてないやつです。じゃあ触ってみます。これも低反発、もっちもち、気持ちいい。よし、これはこんな感じで、これで最後です。これ前から本当に欲しかったケーキです。じゃあこれも開けてみます。うわ匂いがすごい、うわすごい、とっても大きいです。超いい香りがします、いちごの香りがします。すごい、音がすごくいい。見た目はこんな感じで普通のショートケーキです。ここにいちごがあって、でここはとってもサラサラ、クリームがのってて、いちごがのってます。じゃあ触ってみます。わあすごい、もっちもち、しっとりしてます。低反発、全然戻んない、すごい気持ちいい、本当に食べたくなっちゃいます。音がめちゃくちゃいい。これとっても可愛くて気持ちいいので本当おすすめです。袋もこのキーブルって書いてある袋もとっても可愛いです、水玉模様で。今回届いた6個のスクイーズ全部可愛くて低反発でした。本当に気持ちいいです、これとか。本当に特にこれとこれがおすすめです。今回はバングットさんから6個のスクイーズが届いて紹介しました。もう全部可愛くて気持ちよかったです。バングットさん本当にありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした、バイバーイ、オッケー。ここにチャンネル登録ボタンがあるのでぜひ登録してください。そして前のビデオはここにあるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録忘れないでね。グッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした、バイバーイ。